特殊メイクでセルがおじいちゃんに大変身。いたずら大好きのセルが町にいたずらせばたちまち大変身するのか。果たしてセルおじいちゃんはどんないたずらを仕掛けてくるのか。セルおじいちゃん、まずは電車に乗車。この人それ一体どんないたずらをしでかそうっていうのか。どうやら立ったまま居眠りを始めてしまったセロおじいちゃん。やったー、おっとっとっと。いやーすごい。どうですか。ちょっと眠いだけです。こちらのおじさん本気で心配してくれてます。ちょっと眠たかっただけです。おっと倒れちゃう。飲み物、お茶ありますか。お茶ない。お茶飲み物って、ここは電車の中だよセロおじいちゃん。ああよっぽど喉が渇いたのかポスターまで取っちゃった。でどうするつもり。本物のお茶が飛び出した。ざわめくみんなをよそに知らんふりでごくり。セロおじいちゃんの不思議ないたずら大成功。うまく驚かせた後は本当にお茶が美味しいね。さてと、お茶がかぶっちゃった。セロおじいちゃんの不思議ないたずらはまだまだ続く。いたずら大好きのセロおじいちゃん、続いてやってきたのは日曜日の遊園地。ここではどんないたずらを仕掛けおったのかな。愛想を振りまきながら人がたくさんいるところで、まずは小手調べ。おっと危ないおじいちゃん。いつにも増して倒れてます。いいなこれ。ごめんなさい、本気で驚いちゃったみたい。セロおじいちゃんのいたずら大成功。さてさて、次はどんないたずらをするつもり。乗り物が一番面白いですか。はい、じゃあわし耳遠いので大きい声でお願いします。あ、おいしいですか。聞いてます。あ、どうしちゃったのおじいちゃん、風邪ひいちゃったかな。ちょっと
驚かせすぎちゃったかな。